地獄に落ちろたとえスターリンクが赤字でも他社が数十億ドルの税金を手にしたとしても私たちはウクライナ政府に無償で資金を提供し続ける10月15日のマスク氏のコメントからは彼がが態度を改めたことが伺えますスペース X 社のイーロン・マスク最高経営責任者は戦争に巻き込まれたウクライナにスターリンクの端末とサービスを提供してきたがウクライナでの緊張緩和や 戦争緩和の試みは失敗に終わったたと述べましたマスク氏のこの発言はスペース X 社がインターネットサービスの支払いに同意した直後に発表されました彼は10月13日に発表したキーウの衛星インターネットサービスをスペース X 社が負担できなくなったことについての声明を撤回しましたマスク氏のウクライナ戦争の緩和についての提案はウクライナにクリミアを放棄させることです 彼は台湾問題についても同じような見方をしています。台湾を中国共産党、中共から特別な政策条件を得て、中国の特別な賞とするということです。マスク氏のいわゆる情勢緩和の観点はウクライナと台湾から強い不満が噴き出しました。退任したばかりのウクライナのアンドレリー・メルニク前中ドイツ大使は、ツイッターでマスク氏に次のように呼びかけました。立ち去れ あなたに対する私からの非常に外交的な返事だ航空宇宙企業のスペース X 社は10月13日ウクライナの衛星インターネットサービスに資金を提供しないと米国防総省に通知しましたその理由についてマスク氏は中ドイツのウクライナ大使であるメルニク氏の立ち去れという忠告に従っただけだと述べましたしかしそれから数時間後マスク氏は考えを変え ウクライナに無料でスターリンクはスペース X 社が開発した安全で独立したブロードバンド衛星インターネット接続サービスですスターリンクに接続する衛星アンテナさえあれば世界中どこでもお客様にインターネットを提供できるように設計されていますスペース X 社は2019年に最初のスターリンク衛星を打ち上げて以来 2300個以上の衛星を地球低軌道に送り込んでおり最大で42000個の衛星を宇宙に送り出すという計画で巨大な衛星群を形成する予定ですインフラが破壊されたウクライナではスターリンクがウクライナ政府と最前線の軍隊を結ぶ唯一の通信手段となっていますスターリンクは信頼性の高い安全な通信サービスを提供しておりウクライナ軍のドローンを使っての戦場の監視偵察 重宝活動やロシア軍の戦車や軍用トラックを破壊すするのに役立っています戦争初期にはマスク氏主導で約2万台のスターリンク端末がウクライナに贈与されウクライナ政府や軍民間人に無料でインターネットアクセスを提供してきましたマスク氏は10月7日スペース X 社がウクライナへのスターリンクに8000万ドルを費やし年内に1億ドル約147億円を超えると発表しました この数字は今後12ヶ月で4億ドル約590億円に達する可能性がありますしかしマスク氏がスターリンクを通じてロシアと戦うウクライナを支援したことで中共の不満を引き起こしたようですマスク氏は10月10日中共政府はスターリンクを好まない中国がスペース X 社に対してスターリンクサービスを中国で絶対に販売しないことを保証するよう求めていると明かしましたまた中共は ウクライナが中共の同盟国であるロシアと戦争状態にあることからスターリンクのサービス提供を認めないとしていますスペース X 社はこれまでに2万5000台以上のスターリンク端末をウクライナに提供し同国のインターネット接続を確保するために活動しています同時にウクライナ軍は暗号化されたスターリンクの通信を利用しておりこれはロシア軍への攻撃の助けになっていますマスク氏が中共の要求に従い、 永遠に中国にスターリンクを輸出しないことをメディアは疑っています。実はマスク氏が中国にスターリンクサービスを販売したいかどうかが重要ではありません。なぜなら中共の超権力支配の環境下ではマスク氏でも選択の余地がないからです。マスク氏には中共の要求を守らないことで中共を怒らせるのではないかと心配する機会さえありません。実はスターリンクの存在そのものが すすででに中共を怒らせているのです2年前米陸軍はスペース X 社と CRADA と呼ばれる共同研究開発契約を結びスターリンクのブロードバンド接続を実戦部隊に使用するテストを行いましたアメリカ陸軍はスターリンクの地球低軌道インターネットサービスのパフォーマンスを評価して軍事システムに接続し陸軍が衛星通信における最先端技術の応用の可能性を 理解するのに役立てたることを望んでいます。7月、米空軍はスペース X 社と2022年8月1日から1年間、米軍航空局への低遅延接続とダウンロード速度最大500メガビット秒の提供契約を結びました。米空軍によると、スターリンクはヨーロッパとアフリカにサービスを提供する唯一の地球低軌道衛星ネットワークです。競合他社とも地球低軌道、 地球中軌道と地球正式軌道衛星ネットワークの構築を競争していますがスターリンクは最も成熟した地球低軌道衛星ネットワークです地球低軌道衛星ネットワークは処理時間の短縮という要求を満たしており戦地を絶えず移動する作戦部隊には最適です特に火砲と無人機ドローンの間の通信速度を100倍以上向上させ複数の端末が敏感な情報を瞬時に交換できるようにし 敵部隊への砲撃機械を作っています米空軍による商業衛星インターネットサービスの購入は大規模通信と情報監視偵察能力の需要に応えるためまた国防総省が商業宇宙能力をより活用するよう議員から求められていることにも応えるものですスターリンクは戦闘ユニット間のリアルタイム通信リンクを確立することができます弾道ミミササイイル、ル巡航ミサイル 航空機を追跡するのに役立ち、戦闘機のデータ転送速度を高めます。ウクライナ戦争は、軍事紛争でビジネス能力が発揮できる可能性を強調しました。スターリンクを通じて送信された衛星画像は、戦闘中のロシア軍の動きや軍備増強の様子を映し出しています。ウクライナの前線では、スターリンク通信機器の謎の停止が何度も起こり、ウクライナ軍の反撃に支障をきたし、 ウクライナ兵の言葉を借りれば、前線通信に悲惨な影響を及ぼしました。戦場での役割からすれば、もはやスターリンクは不可欠であることが分かります。商業宇宙システムの軍事化という意味では、スターリンクのインターネット端末が中国大陸に大量に散らばれば、中共独裁政権への脅威は、単なるサイバー封鎖ではありません。このような中共の情報統制能力とは独立したシステムは、 監視されていない民間情報だけでなく、特殊な時期に政治、経済、技術、軍事などのもろもろの情報データを伝送することも可能です。中共には、マスク氏のスターリンクの中国進出を嫌う理由が1000件以上あります。中共は、スターリンクは各地域の動きを監視する米軍の目に相当すると考えており、すでにスターリンクの破壊に向けた取り組みを進めています。今年5月中共の 現代国防技術」誌の記事は中国はスターリンク衛星を破壊または無効化する方法を開発しなければならないスターリンクは軍事利用をもたらす潜在的な脅威と強調しソフトハードの破壊方法を含む反衛星能力の開発を呼びかけました前者はハッカーや電磁エネルギー兵器を利用して衛星のソフトウェアやシステム機能を破壊することに重点を置いています 後者はミサイルなどの運動エネルギー兵器を使って衛星を破壊することです。実際、中共がネットと言論を厳密に管理していることから、中共がスターリンクサービスの中国進出を阻止したい理由は容易に判断できます。それは、中共の管理下にないネット接続が中国に存在することは許されないからです。中国の衛星インターネット構想は、インターネットファイアウォール内に閉じ込められた中国のネットユーザーに期待をもたらします。 中京も知っているように衛星インターネットによる情報開放は一貫して真実を隠す独裁政権に壊滅的な影響を及ぼします2月のロシアによるウクライナ侵攻後スペース X 社はウクライナの要請により直ちにウクライナでのスターリンクサービスを開始しアメリカ政府の協力のもとスターリンク端末をウクライナに提供しましたロシア軍の犯罪や失敗を含め 世界はリアルタイムに戦争の進展を知ることができますイランのマフサーミニさんは警察に逮捕され拘束中に突然死したため全国規模のデモを引き起こしました当局は情報制御のためにインターネットサービスを遮断しました遮断後の9月23日マスク氏はイランのスターリンク衛星サービスを有効化にすると発表しましたまたアメリカ国務省はイランに対する技術制裁を調整し イランの人々がデータ通信サービスを利用できるようにすると発表しましたカナダの地政学専門家アビシュル・プラカシュ氏は中国政府はスペース X 社のスターリンクは北京ではコントロールできない代替インターネットへのアクセスを可能にし社会的変革をもたらすことを知っていると述べましたプラカシュ氏によると将来の衛星ネットワークサービスは外部機器を必要とせず 政府の規制を迂回して無線ネットワークサービスを直接使用することができますスペース X 社のほかブルーオリジン社やワンウェブ社もこの方向で動いていますこれが中共が最も心配していることですプラカッシュは北京の今後の課題は明らかでこれらが起こらないように積極的に対策を講じていると述べましたさて今日はここまでです私たちの番組を気に入っていただけましたら 登録、いいね、シェアなどのご協力をお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。